DS7、プレミアム SUV ですね、これ今ね初めて僕乗ったんですけど、噂は本当でした。その噂っていうのはどうもかなりいいらしいっていうのは前々から聞いてたんですね。でこの手の SUV、まあ、クロスオーバーなんですけど、クロスオーバー SUV って割とね、ライバルはそんなにいないんですけど、作るのは割と条件として難しいって僕は思っていて、まあ、快適性、乗り心地、ですね、あと高速での安定性、そういう要素って、結構欲張りなぐらいに求められるんですけど、この DS7 ね、やっぱその噂通りね、ものすごいそのね、いい理由をね、いくつか挙げていくと、まずね、乗り心地がね、本当にいいんですね。特にコンフォートモードではね、そのアクティブスキャンテクノロジーっていうのをこれ搭載していて、路面の凹凸を自動的に読んで、それに対応して原子力を変えていくんです。これがね、思いのほかね、効果的ですね。あとね、FF なんですけれども、とにかくハンドルがね、よく切れます。だから駐車場とかですごく楽。だからね、街中とか乗ってても取り回しがね、すごいいいんですね。このボディサイズはね、決して小さくないですよ。C7 なんですけど、これがね、思いのほかね、小さく感じますね。あと見切りもいいです。その乗り心地の良さの、理由にもなるんですけど、やっぱりね、フランス車だけあってシードがものすごいんですね。フランス車っていうのはもともとサスペンションストロークをすごく長く取って、フラットに車体を維持させることを、ね、前提に作ってるのは、ね、当然なんですけど、シートの、ね、硬さまで含めて、ね、結構考えてるのが文化レベルとして、ね、それが残ってるので、この DS も、ね、それが、ね、まだ息づいてますね。だから本当に乗り心地がいいんです。で、その快適性っていう意味にもつながるんですけど、この DS7 は、最新の運転支援システムね、DS コネクティッドパイロットっていうのがついてるんですけども、これがね、また正確、ものすごく正確で、ちょっとね、僕もね、目から鱗状態で、前の車の追従する際にほとんどね、真ん中をちゃんと走ってくれるのは、ね、この車ぐらいですね。今までいろいろ試しましたけど、この車ほど DS7 ほどね、中央をね、リアルにね、走ってくれる車ないですね。で、驚いたのはちょっとね、峠道で前にバスがいる時に試してみたら、それもちゃんとくっついていくんですね。通常、コーナーが多いところだとちょっと離脱しちゃうことが多いんですけど、この車それなかったです。これすごい、ね、正確だと思いましたね。エクステリアデザインはね、この手のクロスオーバー SUV にしてはね、僕ねかなりおしゃれだなと思いましたね。やっぱりさすがパリ仕込みって感じです。なんかパリの街に似合うように、ね、デザインしたっていうのをね聞いてるんですけれども、都内でもね、やっぱりね、それをちょっとヨーロッパ調のね、街並みのところに置くとやっぱ映えますね。特に今回このゴールドっぽいね、ボディカラーっていうのがあるので、なんかおしゃれに見えます。なんかこう、なんていうのか、普通の他の SUV と違ってね、よりもね、なんかゆとりを感じますね、デザインにね。そして文化性が強い。なんかこういうね、粋でおしゃれで、かといって目立ちすぎない、ちょうどいいバランス感がね、僕はね、すごくおしゃれでいいなと思いました。ヒロトさんにとってフランス車ってどういう印象ですか？フランス車というとですね、印象としては基本的にまあ実用品としてよくできている、だけどそこにとどまらないプラスアルファが必ずあるってことですよね。あと、まあもう一つは乗り心地がいいっていうのは個人的な印象としてはすごくあります、うん、で、実用品ってまあ時計もそうなんですけれども、結局角が立たなければ立たないほど万人向けになるわけですよね、うん、使い勝手に優れるというのは基本的に角が立たないと。でもそうすると個性ってなくなるじゃないですか。で、そう考えると本当フランス車、特にシトロエン、あるいはこの DS みたいに、じゃあ実用品としてちゃんと作るけど、そこにプラスしてユニークさを足していくっていうところがやっぱりうまくて面白いなって思います。その中でやっぱこの DS7 ってやっぱり今日乗ってみてどう思われましたか？実用品としてすごくよくできていると思ったんですね。で、やっぱりそれはそのフランスの車の面白さだと思うんですけれども、基本的なところがちゃんとできている。じゃあ例えば室内に入ったとして、じゃあこうウィンドウの倒しがあんまりないから圧迫感を感じないとか、あとはフランス車によくまあついてるサンルーフですけど、やっぱ開けるとより一層こう閉塞感がないんじゃないですか。そうですね、開放的になりますね。そうですよね。あと、まあ乗った感じで言うと、やっぱまあマナーはすごく
ある感じで、うんうん、だからそういう細かい配慮みたいなものがちゃんとあった上でユニークさがあるっていうことですよね。なんかやっぱり細かい仕事は好きなんですかね。そうです ね、フランス人って雑って思われてるけど、うん、その全体のトーンを整えるために細かいことをやっていくってことをやるとやっぱ上手いなって思います。時計の世界ですごく思いますね。そうですよね、うん、特に篠田さん その目線っていうのは常に細かいところをずっと見てるじゃないですか。そうです、はい、そういう方が、ね、言うとなんかより説得力があるというか、特にこの先ほどねちょっとお話あの雑談で出た時に室内のね、そのシートの、はい、その黒の使い方とかっていう話をね。そうですね。あの基本的にフランス人ってもともと黒の使い方がすごくうまいんですね。じゃあ例えばシャネルの J12 って時計がありますけれども、あれも黒文字盤にしても、じゃあ例えば外周とか真ん中とかで仕上げ変えることによって黒のニュアンスをどんどん変えていくんです。なるほど。あの時計って必ずしも立体的な時計ではないんだけれども、見た時に立体感を感じるのはその黒のニュアンスの付け方がうまいから。DS7 の内装もそうで、シートとかすごく立体的にできてますけれども、比較的他の部分ってわりかしそんなにこうプレーンに作り込んでる。だけども仕上げを変えることによって立体感をうまく与えていると思いましたね。今回今乗ってるね DS7 はディーゼル、モデルなんですけれども、このディーゼルねやっぱり、なかなかね扱いやすいんですね。さすがにね、常用域では若干、ディーゼル感は出てしまうんですけれども、走り出してね、やっぱ2000回転超えてからね、ぴったりとね、振動が止まって、快適性がね、高まるんです。で、驚いたのは、スポーツモードに入れたとき、これね、僕の中ではね、男前モードって言ってるんですけど、まるで別人のように変わりますね、別の車のように。だからこの二面性がたまらないです。本当にね、さっきもね言ったようにね、路面に対するね追従性がすごくて、ハンドリングがね意外と男らしいんですね。スポーツモードにするとずっしりステアリングが重くなりますし、路面に対する追従性がすごくいいで、割とねこの サスペンションストロークがある分ね、どんどんインに入っていくんです。で僕ねもともとスポーツカーが好きだからこういう風な走りをしちゃうんですけど、こういうことか考えるとこの車ってすごくいいポジションにいるなって僕は思ったんですね。っていうのは家族や奥さんのため、まあ、娘さんのためとかにね車買うのに、まあ、たまの休日みんなで出かけようっていう理由に DS7 選んで、お父さんはねこっそり夜ね峠走ってみるといいです。すごくね楽しめちゃいますね。さすがにねエンジン回転はね、マックスでも5000回転ぐらいでディーゼルなんで、エンジン変えてブンブン回して楽しむんじゃなくて、これもうシャシーがね素晴らしいので、シャシーで、峠とかで楽しむっていうそのね醍醐味をね多分味わえると思います。その昔ね走り屋だったねお父さんもね結構満足すると思いますよ。